2024年、英検が変わります。Hello everybody, it's Akaze English. このチャンネルでは、英検情報を中心に、英語に関するお役に立つ情報をお届けしてまいります。今日は、2024年に英検が変わるよというお話をさせていただきたいと思います。今日の夕方に英検協会からファックスが入ったばかりの情報になります。とはいっても、もうすでに英検協会のホームページにはアップされてますので、気になる方は今すぐ、英検協会のホームページをご覧になるといいと思います。はい、こちらですね。2024年度予定より、実用英語機能検定、英検の問題形式一部リニューアルというお知らせが出ていますね。上に速報って出てますよね。まあまだ2024年度予定 A なので絶対変わるとは限らないんですけれども、英検協会ちょっとずつ変わってきている、問題変わってきているなと感じているところがありました。その方向性にバッチリ合致している変更だなと思うので、これはかなりな確率で変えてくると思います。具体的にどこが変わるかっていうのはこの表が分かりやすいかなと思うんですけれども、3級以上に英検のライティングの問題が1問増やされます。つまり合計2問になるということですね。それから準2級以上ではリーディングの設問数が減るということになっています。リスニングに問題の変更はなしで、そのために3級と準2級に関しては一次試験の試験時間がちょっと伸びるということが分かっています。準1級ではスピーキングにも若干変更があります。なぜ英検協会がこうして英検の問題をリニューアルしてくるのかというと、英検ってすごく学校教育というものとこう一緒にね発展してきたっていう歴史が、まあ、そもそもあります。その中で学校教育が、例えば高校の英語を考えていただくといいかなと思うんですけれども、科目として論理表現とかいう科目が今回ね、できたんですよね。それによって何が起きているかっていうと、英語を使って自分の意見だったりとか、自分の考えというのをきちんと発表していきましょう。表に出していきましょうっていう風に学校教育が変わってきている。で、それをきちんと評価するために英検も変わろう。そういう話だと思うんです。詳しくは過去の動画を見ていただくとわかるかなと思うんですけれども、これまでリーディングの問題も若干変わってきているな。昔の超パターン化された問題から、少しずつ論理性だったりとか、内容読解力みたいなのを問う問題に変わってきているなっていうことをちょっとずつ感じていました。その傾向と全くこう方一にしたような変更だなと思っています。じゃあ具体的にどんな風に変わっていくのかを見ていきたいと思います。まずは2級以上です。1級、準1級、2級なんですけれども、それぞれ要約の問題が出題されるようになりました。要約って国語でも結構苦手な方いらっしゃるんですよね。これまではあなたの意見を教えてくださいということだったので、その中における論理性っていうのを組み立てれば問題はなかったですし、まあなんだったら英検の好きなパターン、書き方っていう型があったので、その型にのっとって書けば、そんなに大きく論理性が外れるということもなかったんですけれども、きちんとある程度のボリュームのあるパッセージを読んで、このパッセージをきちんと要約をしてください。この人が何が言いたいのか分かりやすく説明してください、短くまとめてくださいっていうことになったわけですよね。これ日本語、国語の問題でも要約文苦手な方って結構いらっしゃいますよね。なかなか厳しい問題が増えてきたかなと思います。それから準2級そして3級では E メール文を書くという問題が追加されることになりました。この形式は、まあ、例えば都立高受験なんかで最近もう毎年のように出ている形に非常に似ているなと思いますので、そういった意味では学生さんの対策はしやすいのかなと思います。ただ、そうですね、都立大の場合は結構前に出ているところにヒントがあったりするわけなんですけれども、ヒントがほとんどないので、その分若干書きにくいのかもしれません。で、準1級のスピーキングは何が変わるのというと、ナンバー4に関して話題導入文っていうのが追加されます。世の中で今こんな問題が話題になっているよね、あなたどう思いますかみたいな、そんな話ですよね。で、これ自体はナンバー4に話題導入文が入って、そんな難しいっていう感じではおそらくないかなと思います。今まで2級までだってずっとついてきていた、2級とかでもですね、すでにもうこの話題導入文っていうのが入ったクエスチョンっていうのはやっているので、それに対してまあ準1級では今までなかったわけですよね。それがまあちょっと入ってきたっていうだけです。2級でももう体験をしていることなので、まあ一般的に皆さんは結構そんなに対策に難しいとは思わないんじゃないかなっていう気がします。なので、やっぱりインパクトが大きいとすれば、英作文がまあ2問になるよっていうところが大きなインパクトかなと思います。英作文の苦手な方はぜひ2023年度中にですね、できるだけ早く英検を取った方がいいんじゃないかなと思います。で、英作文の得意な方はまあ来年度に回してもいいのかもしれませんけれども、この新しいスタイルが定着するまでっていうのは、なかなか
こうレベルとかですね、その時の問題のレベルとかがこう一定しない可能性があるわけですよ。なので例えば今高校2年生の方が、私英作文得意だから来年まで待とうかなとか思っているとですね、いきなり第1回でめちゃくちゃ難しいのがドーンとか来た時に逃げられなくなっちゃいますので、やっぱりですね、もうギリギリ追い詰められている方は早めに取った方がどちらにしてもいいんじゃないかなと思います。これから挑戦していくっていう、まあ、小学生だったり中学生だったり、まあ、中学生もね、高校受験で必要とかになるともう追い詰められているかもしれませんけれども、そういった方たちは、まあ、しっかりといろんな英作文力だったりとか、まあ、いわゆる英語力全体をね、きちんと磨きながら英検に取り組んでいかれるのがいいのかなと思います。はい、今発表になっているのはこんなところです。また新しく何か情報が入ったらどんどんねお知らせしていきたいと思います。皆さんの英検合格心から応援しております。何か一つでもお役に立つ情報がありましたら、チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。 See you!